プロ3年目のドラ1、期待の井上朋也が1軍初昇格、8番ファーストで即スタメン出場。ホークスは1回、2番三森、そして3番、柳田。連打で先制のチャンスを作り、打席には4番近藤。この当たりで三塁ランナー三森がヘッドスライディング、間一髪セーフ。先制点を奪うと、なおも満塁のチャンスで6番今宮。これが浅いフライだったんですが、今度はキャプテンの柳田がヘッドスライディング。1回から気迫のプレーが光って2点をもぎ取ったホークス。そして先発はロッテ戦6連勝中の有原。150キロを超えるストレート、鋭く曲がる変化球、持ち味の打たせて取るピッチングで5回まで無失点に抑えます。打線は5回、1打席目はショートゴロに倒れた井上の第2打席。インコースのボールを腕を畳んでセンター前に運んで、プロ3年目で嬉しい初ヒット。ベンチもメモリアルな一打を祝福します。その後2塁に進んで1番周東、センターへのヒットで井上がプロ初得点。若鷹が起爆剤となり追加点を奪います。続く6回、再び井上に打席が回ってきます。2打席連続のヒット、さらに井上は2塁を狙います。果敢に2塁を狙っていって、タッチ一旦セーフだったんですが、この後リクエスト、惜しくもタッチアウトになったんです。若さあふれるプレーでチームに活気をもたらしてくれました。先発の有原はロッテを相手に2塁すら踏ませない圧巻のピッチング、8回を投げて無失点。若鷹とロッテキラーの活躍が光ったホークス、白星でものにしています。ここ数試合本当に立ち上がりが悪かったので、今日は本当に1回だけと思って力入れて投げました。自分にとってもチームにとっても本当に大事な1勝だったと思うので、この流れを明日も続けたいと思います。プロ初昇格初スタメン、どんな思いで試合臨んだんでしょうか。そして初め少し緊張してたんですけど、まあ、2打席目に初ヒットが出て、まあ、あとは気楽にいけました。プロ初安打の感触というのはいかがでしたか。それは今でもちょっと手に感触で残ってます。プロ初ヒットのボールは今お持ちなんでしょうか。持ってます。見せていただいてもいいですか。やっとスタートが切ることができたので、まあ、これからもっといろいろな方に、知ってもらえるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。